それでは早速開発を始めたいと思います。やめて、お願いだからやめてよ。ダメです、やめません。スイッチオン。なにこれ。ほーれほれほれ、お姉さんの可愛い声を聞かせてくださいな。しぶといんですね。でもまだまだ時間はありますから、ゆっくりじっくり開発してあげますよ。もうやめてよ。いやー、お姉さんたら、よっぽーい。女は売れかけが一番いいなんて言いますけど、なかなかどうしてでーす。でも腐ったら魔物になっちゃいますからね。これは見極めが難しいですよ。やめてよ。どうしてこんなことするの。そんなの私だって聞きましたよ。何回も何回も聞きましたよ。答えは可愛いからです。私は悪くないですよ。私は自分がされたことを仕返ししているだけですから。もし私が悪いと言うなら、大人だって悪いということになりますよね。悪いなら、何をされても仕方ないですよね。はっ！これだけいやらしい体をしてたら、当分は食いっぱぐれませんね。ちなみにこれは逆自動ポルノなので、いろいろと何にも問題ありません。問題ない自動ポルノなんか。あ、子供がこんなことしたらダメですか。でも大人が子供にするのもダメですよね。どっちもどっちです。右の方を殴られたら左の方を殴れですよ。やっ、やー